そういえば氷室くんって普段あんまり目が合いませんよね。社会人としてお恥ずかしいんですけど、人の目を見るのがあまり得意じゃなく。人の目を、まあわかります。本当ですか？へえ、氷室くんにそんな弱点が。弱点？そういうことなら冬月さんに特訓してもらえばいいじゃないですか。特訓って一体？いいですよ。え？まずこちらを見てください。はい。目じゃなくて眉間を見るといいらしいです。眉間。さあ、私の眉間を10秒見てください。の、私の負けです。ちょっと、なんで途中からにらめっこに。勝ち逃げ